では。今日はデュカとのルームツアーをしたいと思います。まず外観からヒーラー覗いてんの。外観からですね、まず運転席側ですね。こちらがヒーターボイラーになります。結構ね、煙が最初出るみたいなので、こっち側にあまりね、車止めたりとかすると隣の方に迷惑になるかと思いますので、ちょっと気をつけて使いたいと思います。で、こちら外部充電の電源ですね。あとはぐるっと回って、こちらにカメラが2個ついてます。見えにくいですけど、下側についてるのと上部分についてるカメラと2台で後ろが映るようになってます。で、助手席側が給油タンクがこちらです。こちらから軽油とアドブルーを入れる場所になってますね。では中に入ってみたいと思います。よっ、出てきた。よいしょ。はい、はい、こちらが電動ステップのスイッチです。押すとステップが出ます。で、中に入りますよ。入ってください。よいしょ。まずは運転席の感じが、どうやろ、よいしょ、ちょっとハンドル周りのことはよくわからん。このモニターがですね、車検用みたいですけど、前の直差ただかこの辺が見えなあかんねんな。このためにこのモニターが、電磁の納車の時に初めて見たんですけど、こういうのがつきました。で、あとモニターがあって、あとがここがね、ここだけ充電になってます。これもまたエンジンかけた時にやってみたいと思いますけど、あとはここにボックスがついてます。今はちょっと、まあ消毒のウェットシートとかやってますけど、ここ一応なんかちょっと冷えるみたいですね、ジュースとか置いとくと。こんな感じと、で、ここが ETC で、その下にボックスがあります。あとはサイドにも一つモニターがあって、ここもすぐ、これも車検用やったっけな、これも車検用で、この助手席側のこの
側面が見えるようにっていう感じでついてますね。これがアグチシートです。回転させるとできる？くるっと回るシートですね。そんな感じ、こっちから見た感じそんな感じ。嬉しいな。でこの助手席下にスーパー B リチウムイオンが入ってます。ヒーローここに寝てます。ここあと USB の電源と、これ何 12V。 ああこれもありますね。でシート、運転席と助手席のシートがまだちょっと使ってないんでわからないんですけど、ヒーターがついてて暖かくなりますね、座面が。それまたちょっと使った時にやってみたいと思います。はい、で後部座席の上に物入れが、あちょっと今もうごちゃごちゃしてます。とりあえず積んでみました。食べるもんやな。ジェダイたちのフードとかご飯とか入ってます。はい、ここの助手席の上に物入れがあるんですけど、一応このいただいたクマちゃんを、防具の時はなかったので初めての白クマちゃんです、飾っています。あとはここのシートのスライドかな、これもちょっとだけリクライニングになってんのかな。で横スライドでシートが広がります。二人掛けにするときにちょっと楽かもしれないね。クライニング戻すとこんな感じなんですけど、これリクライニングしてるとだいぶ違いますね。楽です。簡単に戻したり出したりできます。で、後ろの席も電源がコンセント2つと、ここにも USB あります。で窓も網戸とシェードとワンタッチでできるので楽ですね。よいしょ。はい、あとはギャレーかな。こちらがギャレーで、結構ちょっと狭いかと思ったけど意外と洗えたな。こっちもガスコンロ2個、こっちはちょっと大きい鍋が置けて、こっちはやっぱりスイッチがあるのであんまり大きいのが置けないんですけど、15センチと22センチまでですね。置けます。これ水入ってへん？入ってる。水入ってる。あ、入ってる。水の出方はね、そんなに強くないな、これ。ああ、でもまあまあ、まあこれぐらいか。こんな感じですね。水で。あ、どっか取れてるんだ、これ。はい、
こんな感じです。で、あ、引き出しですね。引き出しもここも入れられるんで、はい、出たちょっと泣いて、ほらほら怖いでしょ。ここがカトラリー系とよく使うラップとか置いてます。で、2段目はお皿類、ちょっとまだ揃ってないんですけど、とりあえず詰めた感じですね。で、一番下にお鍋とかジェダイたちの食器類置いてます。で、マルチルームですね。うちはトイレレッスンにしてるので結構広々今のところ使えます。よいしょ、カーテンが、よいしょ。ちょっと運転中ね、ガラガラ動いてるけど音はそんなに気にならないです。で、よいしょ、ここに洗面があって、これ結構水しっかり、こっちの方が割と水がしっかりです。出してみてへんねんな、これ、うん、まだ水垂れるかなと思う。ちょっとまだシャワー出してみてないですね。で、ここがまだ何も入ってませんが、物入れがあって、でもこのマルチルームがあっておかげで朝化粧とかするのが楽になりました。前の防具の時もマルチルームあったんですけど、ほぼトイレ使ってない、トイレでクローゼットみたいになったから使えなかったんですけど、ここはすごい使いやすいですね。ここに歯磨き類とか洗面用具とかで、キッチンの洗剤とかとりあえず今入れてます。で、マルチルーム前にベッドに上がる階段があるんですけど、階段下も全部収納になってるんで物が入れられます。ここと2段目も一応靴入れに使ってるんですけど、この下もよいしょ、この下にも入れられる。ここ入ると思います。で、ここ電子レンジでもオプションでつけたんですけど、色マッチしててよかったですね、黒で。で、冷蔵庫が70リッター、結構冷凍は冷凍のまんまカチカチやったな、これ使ってて、うん、よく冷えてました。で、下にも入って十分入りましたね。で、両面開きでどっちからでも使えます。で、レンジ上の収納ですね。ここはこっちはコーヒーとか普段飲んだりするお茶とかのコップとか全部入れてますね。こっちにポットですね、今。で、よく使うナイロン、ゴミ入れでね、とりあえず入れてます。あら。で、次が、ベッドルームの方ですね。このベッドルームの上が、全部で4つ収納ができますけど、まあ、左右分けて、パパと私と洋服、入れてます。十分入るな、これも、うん、結構広いんで1週間分ぐらいはいけるね。で、天窓ですね。これもまあ普段は暑いんでね、閉めてますけど、あ、これじゃない、こっちこうやって閉めてますけどね、昼間の明かり取りにはこれ開けとくだけで十分明るいです。ベッドもすごい思ったより
ゆっくり楽に寝られるな、うん、前の防具の時よりも全然余裕で、2人とジェダイとヒーローと寝ても全然余裕でした。快適です。でこのベッドのところにもライトがあって、USB もついてるんで、ここで電源充電できるんで、携帯これも便利ですね。よいしょ、こっちも。こっちもついてて、もうガンガン充電してました。で、ここも、コンセントが、2個か、あるんで、ここも充電ができて、Apple Watch の充電も、ここで挿して、ここで入れておいたりできるんで便利です。でここも物入れで夜携帯置いとくのに便利です。でここにも一応ね、小物入れが両側ついてますね。でこっちの下に物入れがあります。後ろも窓よっ、夜蹴って破れないか心配やったけど大丈夫でした。これ開けましょうか。ちょっと滑りが今あれ慣れるまでスムーズになかなかあれけどな、うん、あ、めっちゃ涼しいな今。イエーイ、顔出したらめっちゃ里見え外が見えます。すげえ涼しいなこれ、開けたら。これ夜寝るときここに開けて網戸にしといたらすごい涼しいんちゃう。もう涼しい、うん、今マックスファン回してんねんな、うん、これやったらそこそこ暑くなっても夜寝られそうやでな。いい感じで、あと枕元のスイッチが間接照明が、あ、下もつくね、上も下も両方ここ間接照明両側ですね。切るとつけるとこんな感じです。これですね、これこれよ。電磁車の時なかってディズニーの限定の時についてて、これいいなって言ってたけど、まさかのルッソについてていいなって言ってたら、これダヴィンチ、うちのこの普通のやつにもつくようになりました。ラッキー。でもめちゃめちゃ眩しいんで結構消してます普段今これマックスファン回ってますけど、あとここのクローゼットですね。ちょっと小さいけどクローゼットがついてて、まあ薄いこういうパーカーとかなら 3,4 枚は入りそうなぐらいの、でもかけるとこがこれほとんどここ以外ないのであって便利です。その分ちょっとベッドは狭くなりましたけど、でベッド下の収納ですね。ちょっと今まだ積み込んだとこなんでごちゃごちゃしてますけど、ここは一応ねすぐ使える鍋とかカセットコンロとか手前に置いてるんですけど、下に炊飯器とか入れてます。向こうは何、あのあれ向こうも、あ、レダイとヒーローのものか置いてますね。こっち側はもう給水タンクあるんで何もないんですけど、物置きにこっちはポタデンとか置いてます。閉まらへんやろ今これ、一応こんな感じで閉まるようになってますけど、今はまだちょっと閉められない。よいしょ、はい、こんな感じです。結構広いんで荷物いっぱい置けて便利です。
構締めた感じ。よいしょ。うん、これマルチルームの扉閉まった状態ですね。こんな感じ。基本は開けてるんであんまりこうやって閉めとくことがないですけど、まあトイレね、簡易トイレ買うんで買った時する時は閉めてしますけど、当たり前かな。よいしょ。いいの、こちら寝てるじゃん、めっちゃ。こんな感じ。こんな感じで普段ね、運転中もこの人たちはこのテーブル下のクッションソファーと間のクッションで寝てます。もう慣れたな、最初だけちょっと。でシートも戻すとき、手前にグッと引きながらやったっけ。くるっと回転させて戻す。で窓のねシェードの閉め方、あなた見えないわよ。よいしょ。見え、全然見えない。はい、これももうワンタッチで簡単に閉められます。で運転席側も引いてスーッと上げるだけです。でこれ上にグッと止めたら完了。で前のシェードは上げるだけですね。でここのとこだけグッとミラーを下げて上げると、でこれで止まりました。これも簡単でしたね。開け閉め完了です。でこれ戻すねんな、グッて。でライトは全部もうつけてから一個一個タッチで消したりつけたり、これはもう防具の時からずっと一緒です。ここの部分はオプションでテレビつける器具を取り付ける部分やったんですけど、うちテレビつけてないので、ただこれちょっと引っ掛けたりできるんで、時計とかもし買ったら引っ掛けたりできるかなと思ってます。でこの辺も間接照明の電気、これは電気どこ、あここか、あよし、これが、あ下か、うん、ここやな。で一番下が、一番下が、あっちの下か。うん、なるほど。うん、では今からちょっとエンジンかけてみます。今あれやね、ステップ出てんね。ステップ出てるとこういう警告音になります。エンジンかけると、このバックミラーに後ろカメラの画像が映ります。これめちゃめちゃ見やすいな、うん、でこれがさっきの言ってた画面ですね。ちょっと分かりにくいんだけどな。このフロント部分が映ってるんですけど、これが運転席ですね。感じでこのボタンで変わっていきます。で充電器で、これが充電ですね。ちょっと置くだけの時間がまで、時間がちょっとあれなんですけど、充電されるとこの青いランプがつきます。
これ便利です。でもう一箇所助手席のところにもこのちょうどこのね運転席じゃ助手席この辺が映るようになってこれですね。このカメラがつきます。でこれバッグに入れた時にこのバッグが映るんで、これもすごい画面大きくてこれとこれと見えるから結構止めやすいな。この車バッグもそんなに大きい車でも止めにくさはあんまりないです。よく見えるので。でミラーは格納します。あとは後ろのドアちょっと開けてみます。よいしょ。よいしょ。開けるとこんな感じですね。これギリギリあそこまで開きますね。どっちも両方開きます。これデュカトのマークな。あ、キャンピングカーのマーク。キャブコンやなこれ。それ用なんこのタイヤって。へえ、なんかいろんなマーク入ってて面白いなこれ。なんかさ、どっかにさ、こっち側じゃないわ、前やったかな、アウトキャンパーとか書いてなかった、なんちゃらキャンパーって書いてあってタイヤに。あ、キャンピングカー用のタイヤやからか。ワンコンタクトキャンパーって書いてあるのこれ。へえ、なな、それがキャンピングカー用やったら何なん、重さに強いとかそういうこと。へえ、バーストしにくいかな。これもこれはもうホイールとセットやったっけ。ボルベットのホイールとタイヤ、これセットでした、オプションで。18インチにインチアップしてます。ということで、ざっとですけどルームツアーと車両紹介でした。デュカトの場合はね、ライトなんですけど、明るい時でもずっとこのライトつきっぱなしなんですね。この分かるかな。で、指示器、流れる指示器、ライトついたら、ああちょっと分かる、ああついてますね今ライト。こんな感じです、初めて見た。乗ってる時自分では見えないんで初めて見ました。バックランプはおかしいかな。ウィンカーもちょっと明るいから分かりにくいですけどね。